で、今回ですね、今話題のソニーのリンクパーツ S を買ってきました。だいたい価格はですね、2万6000円ちょいぐらいかな、買ってまいりました。外箱こんな感じです。なんかね、エコパッケージみたいになってるんですよね。うん、まあこんな感じですわ。じゃあ開けていきましょう。はい、じゃあまず開けていきましょう。上部分にね、保証書がついてます。青ペンって書いてますね。青ペン、青ペンって引っ掛けて出します。待って、めっちゃおしゃれ。え、見た、見て見て、これ見て、これいくよ。オープン。うわー、だ、ジンバルの向きが全然、はい、オープン。オープンしたらこんな感じです。分厚いの、めっちゃいい、めっちゃいい。で、簡単ですね。1、2、3って書いてありますね。あーはーはーはは。開けてみましょう。今回買ったのブラックです。ごめん、こうだった。開けるじゃん、開けてこうこう、あ、面白い。置いときます。横見て、コードなんかちょっと分かんないけど、取り扱い説明書かな。で、本体が入ってますと。蓋が取れないようにね、梱包されてます。あ、いいな。ペロン、あ、ペロン、あ、はい、まあ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 、おなじみのね、まあ、こういう、あ、いい音、初めて買うんですよね。これ、まあ、タイプ C だね、タイプ C です。で、こっちですね。面白い、このね、もう日本人ならもう全員ワクワクするんじゃないかな、この機器。面白い、何が入ってるの。サポート、マジキャンセルバイオリン。次、これ何、分かっちゃった、これイヤホンのね、あれだ。で、こっちに M が装着されてて、ここに今 SSSLL があるんですよ。なるほど、ありがとうございます。そうですね、タイプ C ですね、おなじみのやつですってことで。ちなみに私はね、あのヘッドホンなんだけど、WH-1000XM3 を使ってましたっていうか、今も使ってます。イヤーパッド部分壊れちゃったんで、純正品じゃないやつつけてます。これもね、いいんだけど、片耳だけちっちゃいとかあったんですよ。しかも重いのよね。通学でつけるだけでも首筋肉痛になるんちゃうか思うぐらい、そろそろね、イヤホンに変えようってことで、今回ね、イヤホンこっちを買いましたっていう。はい、ということで、リンクパッツ S、2日間使用してまいりました。電車、バス、あとまあ、シャドウですね。つをね、毎回体験してきましたということで、まず一つ目いいことっていうのが、てかあんまりあの他のレビューアーさんが言ってるようなこと言いません。まず一つ目、こいつが良かったのが、電池持ちがいいということ。新品だからかもしれないんだけど、初めの1回しか充電してなくて、使った今でも、これね、ちょっと待ってね。まだこれね、100%、100%、34% も残ってんだよね。行き帰り、1回4時間だから、8時間ちょいぐらいなんだけど、全然持ちますね。全然いいです。っていうことが1点目。で、2点目は、2点目もこっちの話なんだけど、バンドってあるじゃない。これの、このイコライザーの部分。今まで、マーク3を使ってきた人っていうのは、多分イヤホンもそう。マーク3使ってきた人は、イコライザーいじるときにですね、音質を接続優先にしなくちゃいけなかったんだけど、それをする必要がなくなって、音質優先にしたままで、イコライザーをいじることができるようになりました。3点目。3点目は、この音ですね。ギターみたいな音が流れます。で、音声は、スマホの方からね、設定できます。で、4点目。4点目は、装着した時のこの軽さがやっぱりね、いい。5点目は通話の音質がやっぱり、友達にLINE 通話してくれっつって頼んだんだけど、その時もね、カフェテリアみたいなところにいたんだけども、自分の声をね話したら相手に自分の声しか伝わらないみたいな、すげえじゃんって言われましたね。6つ目、結構風にはね強い、風の抵抗には強くて、あまりね風のノイズを受けることがないっていうのがやっぱりいいポイントです。まあそんなぐらいかな。じゃあ欠点ね、デメリットあげましょうかね。デメリットはやっぱり重低音が足りないかな。浅いね。やっぱ高い音の曲を聴くときはやっぱりいいと思う。うん。僕サカナクションすごい好きなんだけど、サカナクションの曲聴いてるときとかは低いベースとか使われたりするの、それがねちょっとね弱い気がしたね。ちょっと弱かった。二つ目のデメリットはちょっと途切れやすい。左右ね、やっぱ1時間に2、3回はちょっとあれ？なんか今途切れたなっていうことがある。あと4点目を挙げるとしますと、イヤーパッドですね。見てわかると思うんですけど、これ SS と S と LL しかなくて、ここに L サイズが欲しかったなっていうところ。やっぱりサイズ感っていうのは、イヤホンだからもうちょっと大切にして欲しかったなと思いましたね。まあでもそんなぐらいなんじゃないかな。そんなぐらいですね。あとは本当にその装着、人との相性ですよね。耳の相性だと思う。これがね、満足いきます。これ全然満足いきます。ということで、リンクパッツ S のメリット、デメリットをね、上げてきたんですけれども、総合的に
評価すると星5中だったらやっぱ4ぐらいかな。 4.5 とか5台にはやっぱ乗らない気がします。まあそのぐらいのクオリティを目指して買ったんですけど、どうせ通学中にしか使わないと思って、いくらこうヘッドホンでもノイズっていうのは拾っちゃうから、完璧なノイキャンが出るまでそれは絶対満たされないと思ったから、外のノイズがまあちょっとでも低減できるようなものを買おうと思ってね、これを選びました。まあノイズに関しては本当に優秀です。ノイキャンに関しては優秀で、人の声のノイキャンに強くなってるような気がしますね。アンビエントサウンドにした時にあれこんなに人喋ってたんだっていうのを結構思います。いやでも初めてのこのノイキャンイヤホンっていうのを買ってみて、イヤホンでもここまでのノイキャンができるんだってちょっと感動しました。ヘッドホンもう使わなくてもいいかもしれないと思った、外でね。でもただその小型になってるから、まあ、イヤホンは全部そうなんだけども、この接続コードみたいなのやっぱ欲しいなと思った。いやいくらさこのスピーカーがいいわみたいな感じで言われてるのでもさ、なんか高音質になるって言われてもハイレゾまではいかないんだよね。ハイレゾまでいかないからさ、やっぱり音質下がるわけよ。ハイレゾのようなものなんだよね。ハイレゾになってって欲しいと思うね、やっぱり。ここら辺にさ、なんかこうコード取り付けられるようにしてくれたら、もうそこまで行ったらもうイヤホン界は最強なんじゃないのっていう感じがしますね。これからねソニーさんからそういう商品が出たらね嬉しいですねと思うんですけど、今後のね進展に期待しましょう。ということで今回買ってみた A レビューはこのような感じです。もしよろしければ高評価、ぜひコメント欄でぜひを聞かせてください。このチャンネルは、趣味チャンネルです。いろんなものをあげます。切り抜き動画をあげたり、こういうガジェットの動画をあげてみたり、文房具のね動画も上げようかと思ってます。少しでも趣味が合えば、ぜひここにね集っていただいたらねありがたいなと思います。ということで今回ですねこのぐらいにしておきます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。